TBS ラジオ展開図。こんばんは、宇賀なつみです。 TBS ラジオ展開図、この番組は今後イノベーションを起こしそうな企業や人を徹底分析、その展開図を描き、新しいビジネスワールドを組み立てる番組です。今夜のプレゼンターはフリージャーナリストの濱田恵子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週先々週とリモートでの、ね、はい、ゲストが続いていましたけれども、今週はスタジオにね、はい、来ていただけて嬉しいですね。対面できるということでね、やっぱりお会いできるって嬉しいですよね。はいはい、そうですね。ただただしっかりと TBS ラジオのスタジオで感染対策を行った上でお送りしていきたいと思います。さて、番組ではリスナーの皆さんからの番組への感想や、この企業に注目している、こんなビジネスがあるらしい、また次はこんなサービスが来るというメッセージお待ちしています。宛先はすべて小文字で展開アットマーク tbs.co.jp、 tenkai@tbs.co.jp です。またツイッターでも番組の情報を発信しています。ハッシュタグ展開図、この展開図はカタカナでお願いします。それではコマーシャルを挟んで、早速新たなビジネスの動きの展開を予想していきます。 TBS ラジオ展開図。コロナ禍で経済ビジネスシーンの地殻変動はとどまるところを知らず、人々に大きな影響を与え続けています。そんな中、活況なのは転職ビジネス。転職サイトやさまざまな転職サポートサービスは今や乱立状態ではありますが、一方で転職エージェントに登録すると求人情報が来すぎて困ってしまったり、本当に自分に合っているのかわからなくなってしまったりする人も多いのが現実です。今夜はそんな転職シーンに一石を投じるサービスに迫ります。ということで、今夜はゲストをお迎えしています。ポジウィル株式会社代表取締役の金井芽衣さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も濱田さんのご紹介ですね。そうなんですよ。芽衣ちゃんとはだから3年ぐらい前に知り合ったのかしら。そうです、3年前ぐらいですね。そうなんです。ある大学の先生がすごい面白い注目の起業家がいるって言って、うん、ね、某田中健先生に言われて会って、やっぱりすごくなんか女性の起業家ただでさえ少ないんですけど、やっぱり芽衣ちゃんがすごいなと思ったのはやっぱり、ね、根性があるっていうかかなりその転職って最初がきついんですよ、うんうん、やっぱりビジネスを立ち上げてからなかなかサービスが伸びない、そうですね、その時にやっぱりこう踏ん張れるかどうかっていうのがすごく大事と思うんですけど、うん、やっぱり、ね、少々のことじゃめげないなっていうのがあってだからここまで生き延びてきたんです。なるほど。人材ビジネスって立ち上げるの簡単じゃないですか、はい、誰だって今日からやろうと思えば割とその元手が設備投資なくできるので、うんうん、だけどやっぱりすごくやっぱ競争が激しい、うん、まあ、いろんな人たちが人材ビジネスやってる中で、いろいろありますもんね。本当にそうです。本当になので、そこで生き抜いてきた、なぜ生き抜けたのかをぜひ聞きたいと思ってそのあたりをね、いろいろと伺っていきたいなと思いますが、まず最初に私から金井さんのプロフィールを簡単にご紹介しますね、はい、ありがとうございます。1990年生まれ、群馬県出身、埼玉純心短期大学保育学科を経て法政大学キャリアデザイン学部に編入、その後リクルートキャリアに新卒入社し、人材紹介部門の法人営業として勤務します。そして2017年リクルートキャリアを退職し、株式会社ポジウィルを設立、総額 2.5 億円規模の資金調達を実現し、キャリアのパーソナルトレーニングサービスポジウィルキャリアを運営されています。ということで、もともと保育学科だったんですね。そうなんです。保育士になろうと思って、うん、保育園の先生と幼稚園の先生の資格取ったんですよね、うん、そうなんです。だったんですけど、うん、養護施設に結構実習に行ったりとかする中で、こう虐待を受けてたりする子どもたちと2週間過ごしてたんですよね、うん、でやっぱ親世代に課題があるなっていうことをすごい思っていて、でやっぱ国とかってお金とか物の支援ってあると思うんですけど、その子たちがどう生きたらいいかって誰も教えてくれないなと思っていて、うん、で私もやっぱりこう両親離婚してとかいろいろあったので、なんか少なからずそれを変えていける仕組みを作らないと、なんかあんまりこう変わっていかないんじゃないかなっていうのを18歳の時に思って、でそこから大学にまあ勉強一旦するかと思って、うん、でちょうどその時にキャリアカウンセリングっていうのと出会って、やっぱりこれを広めていった方がなんか少し変われるきっかけになるかもなと思って入ったのが法政のキャリアデザイン学部だったっていう感じでしたね。なるほ
そしてリクルート時代にですね営業成績トップ取ったんだよね。確かそれはなんかでも誰でも取れるといやいや誰でも取れないんですよ。でもその新卒入社した会社ではやっぱり人材やってたんですね。そうです、転職のエージェントやってましたね。うん、そして独立、はい、これはもう最初から目標だったんですか。そうですね、親がうち起業家だったっていうところもあって、あんまりこう会社に長くいるイメージがなかったんですよね。なのでもともと自分でやろうかなみたいなのはありましたね。ではその転職エージェント、はい、まあ、株式会社ポジウィルの説明を最初にしていただいてもいいですか。はい、ありがとうございます。先ほどちょっとご説明いただいたところでもあるんですけど、今までの人材業界って転職サイトとか転職エージェントって法人からお金をもらって成り立ってる仕組みなので、求職者の方ってお金払わなくていいんですよね。なんですけど私たちは逆に求職者の方がお金いただいていて、逆に法人からは1円ももらってないっていう状況なので、その個人の方がどう行きたいかっていうことをちゃんとしっかり2ヶ月半かけて一緒に考えていくっていうようなプログラムを今行っている感じですね。結構皆さんじゃあその転職、転職の希望者の方が自分でやっぱお金を払うっていうこと自体がこれまでないですよね。はい、多分初めてだと思いますね。そのなんか強みというかそれでもこう人が集まる理由ってどういうところなんですか。そうですね、なんか私最初始めた時って、なかなか転職活動うまくいかないから使う方が多いのかなと思ってたんですけど、現状ってやっぱりこうコロナもあって、自分の人生どうしてたらいいかわからないって方がめちゃめちゃ多いんですよね。なのでそこに対してなんかこう今までの人生の振り返りとか、今後人生どうしていきたいのかっていうところを仕事面もそうですし、親との関係とか、友達との関係とかいろいろ全部こう踏まえて整理をしていくっていうのがうちのプログラムなんですよね。なので結構人生の海が溜まってたりするので、そこを一緒に整理するっていうのは結構一番こう皆さんかなり本当にじゃあその転職だけじゃなくて、そうなんです、人生の壁打ちみたいな。あ、そうなんですよ。なんかこう心理カウンセラー的なこう、あ、そうですね、一緒にこう心のパーソナルトレーニングをしていくみたいな感じなんですかね。やっぱりその単にどの会社に働きたいか以前の問題ですよね。そうなんです、もっとどんな人生を歩みたいかっていうところから一緒に考える、パートナーをみんなが探していたってことなんですかね。そうなんです、やっぱりこう両親が厳しかったっていう方がすごい多かったりしていて、多分こうお母さんもお父さんもなんて言うんですか、良かれと思ってなんかこう厳しくしてきた部分があったと思うんですけど、だからこう100点取れない自分でダメなんじゃないかとか、やっぱりこう80点じゃダメなんじゃないかっていうふうに思って厳しくしてきた方がすごく多いので、そういう方が今 20、30代にめちゃめちゃ増えてる感じですね。昔だったら例えばそういうのって職場の上司とかね、その一社でずっとキャリアを重ねていくときには、その職場の先輩とか上司とかに悩みを聞いてもらってっていう人が多かったのが、皆さんやっぱりその会社に対するなんていうか考え方も違うから、会社にそこまで人生を預けたりとか私生活をこうオープンにしたりっていうのもやっぱり抵抗があるのかもしれないですね。だからお金を払っても第三者でプロに聞いてもらいたいと思うんでしょうね。そうなんですよ。最初からその方向性だったんですか。最初はもともとはキャリアカウンセリング私が学んでたので、キャリアカウンセリングを広めたいなって思いだったんですけど、やっぱりこう日本人ってカウンセリングって言葉がすごい嫌いなんだなって思っていて、で当時私もツイッターを結構なんかこうフォロワー伸ばしたいなみたいな時期だったので、やってた最初その時にキャリアのカウンセリングが大事だみたいなツイートしてたら全然伸びなくって、でキャリアのコーチング大事だみたいなこと言ってたんですけど、それも伸びなくって、キャリアの相談っていう風に見せ方を変えてたらそれが結構バズったんですよね。なのでなんかそのどういう形であれなんかその人に相談して解決するっていうのが広まったらいいなと思って、相談ドットミーっていう単発のオンラインキャリア相談サービスやってたんですけど、なんか裏を返せば普通のキャリアカウンセリングと同じではあるんですけど、やっぱこうどう伝えていくかでかなり変わるなっていうふうに思っていて、それを1年ぐらいやってて、その時にちょうど恵子さんとお会いしてて、でそれをやっていく中でこうユーザーさんにお会いすることがあったんですけど、結構軸がかなりブレブレで本当に 30、40社受けてて全部落ちてますみたいな方がいらっしゃったんですよね。でなんか相談のために使ってくださいよって私が言ってたら、いやもう使ってるんです5回って言われて、5回使っててこれってなんてクソサービス私は運営してるんだって
結構ショック で、うん、でその時に本当にその同じぐらいの金額でいいので、あのもう電話も メールもし放題で、あの私1ヶ月張り付くの一緒にやりませんかって話をしたら、もう1社受けて1社受かったんですよね。でその翌月も同じように、うん、やっていったらそれで結果出たってところだったので、やっぱりちょっと相談乗るぐらいじゃ人って変わんないなと思っていて、がっつりその伴走するぐらいが、そうなんです、ちゃんといろいろ整理しないと何につまずいてるのかとか、その思考の癖とかもあったりとかするので、なんかそこをやっぱ変えていかないとなかなか変わっていかないんだなって思って、うん、で徐々にそれをこう、まあ、5万円で売って10万円で売って15万円で売ってみたいなことを繰り返していって、うん、やっぱこれで人生変わるし、年収も本当に50万か200万ぐらい上がる方とか結構いらっしゃるんですよね。なので本当にこう生涯年収がめちゃめちゃ変わるなっていうところもそうですし、生きやすくなるんですよね、マイルストーンが受けるので。だったらもうなんかどっちかしかできないなと思ってたんで、うん、まあ、スタートアップなんでやっぱりこうリソースも限られてますし、うん、まあ、だったらもうシフトしようと思って、で相談のとみじゃなくて、あ、そうなんです、今のポジョブリキャリアっていうのにシフトしたっていうのが2年前ですね。相談ドットミーの時にはね、比較的割と軽い気持ちで相談してほしいっていうので、はい、お金そんな高くなかったじゃない、30分5000円とかです、ね、ですよね、はい、そのぐらいの価格でカジュアルに相談できるっていうのが売りだったのが、今高いんだよね。はい、今、2ヶ月半で50万円ぐらい、すごい、 それでも希望者が来るんだ、行きますね、そっちの方にニーズが逆にあって結果も出るってことだった、はい、でもそれってその一緒に走ってあげるその伴走者の育成というか、そういう人を見つけるのもすごく大変だろうなと思うんですけど、そうそう、全員メイちゃんめちゃ大変ですね、あの想像以上に大変でしたね。あの最初はそこまでなんて言うんですかね、まあ経験ある人集めればいいかなぐらいな気持ちだったんですけど、いやそんな甘くないというか、やっぱりその人の人生と向き合うってことなので、ね、やっぱそこの質問ができるかっていうところもそうですし、やっぱり感情を汲み取る力があるかとか、そういうもろもろ含めてなので、今うちも採用の倍率が100倍以上になってて、100人来ても1人受かるか分かんないかぐらいなんですよ、ってぐらい今採用のハードルもかなり厳しくなってますね。それ資格も必要なの、やっぱりキャリアカウンセリングの資格も必要 で、ね、ある程度の経験をある人みたいな形なのか、それとももっと違うものを見てるんですか。そうですね、資格持ってる人も結構多いっちゃ多いんですけど、資格だけだとやっぱりこうなかなかできない部分もあるので、まあ、コーチングとかキャリアカウンセリング学んでる方っていうのはたくさんいるんですけど、他のそのなんていうんですかね、別の素養とかも結構大事だったりとかするのは正直なところですね、うん。どういう相談者の人が多いんですか、今相談する側は。やっぱ20代前半がめちゃめちゃ多くて、迷ってるんだ。そうなんですよ。でもお金って払えるんだね。でも親が払ったりとか、あとは分割だったりとかするので、そこはちょっとあれですね、時代を感じます ね、 ね。そうなんですよ。就活生もいるの、転職だけじゃん。就活生はあんまりいないんですけど、むしろもう転職に絞ってるんですか。そうです。1年目2年目とかの方も結構多いですね、就活失敗してとか。大手入ったけど、大手のに入れば幸せになれると思ったのに、結局そのなんか割とこう上の世代の人たちなんか窓際で寝てるとか、なんかこれが社会なんだって知って、どうしよう自分の人生みたいな方も結構いらっしゃいますね。なんかコロナによって、はい、むしろそのやっぱりこう先々が不安だから転職する人が減ったと思ったら、転職市場すごいですよね、うん、あのやっぱりすごく転職者って増えていて、登録者が増えてるってのは聞くんですけど、うん、やっぱりそうですか。めちゃめちゃ増えてますね、うん、うちはもう6月末まで予約の枠が埋まっちゃってて、この6月の、そうです、もうさばききれないんですよね。何人ぐらいいらっしゃるんですか。社員が30人ちょっとぐらいで、って感じですかね。その人たちが相談に応じる人ですか。あ、そうです。相談に応じるメンバーも含めって感じですね。いろいろ他の、まあ、経理だったりとかエンジニアとかもいるので。その転職したい人が増えた背景っていうのは、はい、やっぱりコロナによって自分 の、 その人生を主体的に考えて、このままでいいのか、この会社とかこの仕事でいいのかっていう、うん、あの人が増えたっていうことなんですか。そうですね、やっぱりこう大手にいらっしゃる方もすごい多いんですけど、親とかにはやっぱりこういい大学に入っていい会社に入れば大丈夫だって言われてきたのに、結局トヨタもやっぱりこう終身雇用じゃなくなったりとか、うん、そういうのが結構見えてるじゃないですか。でやっぱりこの会社にぶら下がってるだけだと自分の人生ダメなんだなっていうことに気がついた方がすごく多くて、うん、だからやっぱりこう自分ので何とかしないと誰も何とかしてくれないんだっていう風に気づいてる方はすごい増えてますね、うん。でもね、このサービスの中に家庭環境や幼少期をヒアリングするっていう風に書いてあったんですけど、うん、これってこれキャリアにとってもかなり重要なんですか。そうなんです、私もここが大事だってあんまり思ってなかったんですけど、うん、例えばなんかこう親の呪縛みたいなのがすごい強い方が多くって、なんていうんですかね、こう
親に聞いて意思決定するって方がすごく多いんですよ。なんかお母さんがいいって言わないかもしれないとか、うん、なんかこう期待に応えられてる子供じゃないかもしれないっていうのを、うん、やっぱどこかでずっと引っ張ってる方がすごく多くて、うん、それは20代30代でもでも多いですね。やっぱりこの会社に入ったら親が認めてくれるとか、だから大手で安定志向に最初なっちゃうとか、そうですそうです、遅いのダメだよって就活の時に散々学生に言ってるんですけどそうなっちゃうのね。そうですよそうですね、やっぱり親の期待が大きいそうだなと思っていて、今の20代30代とかって、うん、なのでやっぱり仲良しだし、ね、あみんなそうなんですよ。だから親の悲しむかもみたいな、うんうんうん、確かにそうっていうのを裏切れないと思う。そうなんですよ、好きだからこそやっぱりこう親のためにっていうのはやっぱ強かったりしますね。うん、苦しいなと思いますね、結構話聞いてると。逆に真面目だなんだね。あ、そうです。でもやっぱその求職者がお金を払ってでも人生の相談に乗ってほしいと思う、そこがやっぱり今までなかったっていうのがね、確かにその法人側がお金を払うと結局法人の都合なんだよね。そうなんですよ、うん、転職サービスとかね、そうそうそう、なので一人でもう決めた方がいいもんね。あ、そうなんですよ。マッチングのサービスって一人決めたら制約によって何パーっていうの抜くから、この人が会おうが会う前が決めちゃえばもうその後知らないみたいな感じだもんね。はい、なのでやっぱりこう今までのってどうしてもなんですか、年収の 35% がフィーとして入ってくるっていうような仕組みなので、あえてうちみたいになんていうんですかね、個人からお金いただくってモデルをやりたいなっていう会社さんは多分あったと思うんですけど、どっちかしかできないとなった時に人材紹介やった方がお金になるんですよね、っていうふうに思う方がすごく多くって、であえてやらなかったんじゃないかなと思ってますね。本当にでも最初からこんなニーズがあると思ってた？いや思ってなかったですね、この金額だし。そうですね、金額すごく強気じゃない。まあそうですね、やっぱその分の価値を出さなきゃっていうのは思ってやってはいますね。実際にどのぐらいの期間伴走するんですか？2ヶ月半です。それはもうみんな一律2ヶ月半って決めてる。1ヶ月の方もいれば2ヶ月半の方もいるんですけど、まあ、どっちかですね。1ヶ月の方はもう自分のことを考えるって時間だけを作りたいって方ですね。転職ってよりも。それって例えば、どのぐらいの頻度で例えばコーチングしてもらったりとかっていう頻度はどれぐらいなんですか？はい、基本的にはもう1週間に1回オンラインで、面談をするっていうふうになってるんですけど、毎日あのチャットとかもしてるんですよね。なのでやっぱりこう考え方のやっぱ癖というか、すごいネガティブに考えちゃうとか、そういうのってやっぱなかなかこびりついてるものだったりするので、それもワークをやっぱりやっていただきながら毎日やってますね。やっぱ人って変われますか？変わります。びっくりするぐらい、もう本当に顔つきが全然変わるんですよね。こう本当にこうなんていうんですかね、私多分皆さん言わないと思うんですけど、親が失踪してたとか、なんかちょっとしたお母さんにあんたなんかいなければよかったって言われたとか、なんか虐待受けてたとか、友達にいじめられたとか、なんかいろんなことをやっぱみんな抱えて生きてきてるんですよね。でもそれって多分言えなかったっていうのがやっぱすごいずっとあって、で自分なんて生きてる価値ないんじゃないかとか、なんかそうやってやっぱりこう思っている人がすごい多いんですよね。でそれをやっぱ全部出していただいて、なんかその事実は変わらないかもしれないけれども、別にそういうわけじゃなくて存在してる価値があるしっていうことをやっぱり言っていくだけで人間が変わるんですよね。びっくりするぐらい。やっぱり昔のそのことがあの将来のその意思決定にまですごく影響を及ぼしてたってことなんですね。そうなんです。でなんかこの前もそのあのお母さんが失踪されて、で結構その、まあ、そこから高校生ぐらいが一人で暮らしてたみたいな方がいらっしゃったんですけど、その方もやっぱりこう人間関係がうまくいかなくって、職場のでもうなんでだろうって思ってたけど、結局そういう親のこととか人への信頼関係が信頼してはならないんじゃないかとかっていういろんなことがあって、で結局やっぱ人信じれなかったけれども、自分のやっぱ向き合い方変えたらすごい変わるようになったし、で自分も今の会社で転職するかと考えたんですけど、転職するよりも今の会社で移動したいって話をしたら、やっぱ移動できてみたいな話もあって、自分の意思をちゃんと伝えるべきなんだっていうことを学びましたみたいな話とか、なんかそういうことにニーズがあったんだって私も思いました。転職支援じゃないですよね、もう人生の支援っていうか。そうです、そうです、ね、なんか本当にその人 その人そのものをやっぱり肯定して、まあ、自信をつけていくみたいなところですよね、はい、で結果的には転職しないかもしれないって選択をする人もいるってことですね。これだと多分人材紹介サービスだと全然ペイしないもんね。あ、そうなんですよ転職しないってなっちゃったら。そう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 、コロナの影響ってありました？ありました。不安が増してますね、人とも会えなくなっているし、やっぱベクトルが自分に向くことがすごい増えているので、自分の存在価値とかやっぱ考える方がすごい増えてるんですよね。
なるほど。特に若い人は不安かもしれない。そうですね、いきなり新入社員で入ってオンラインで職場にも知り合いがいなくて、一人でね取り残されてる感覚になってて、うん、どんどんやっぱり、うん、不安が増してますよね。そうなんです。なので結構ユーザーさん地方出身者の方もすごく多くて、うん、そっか、そうなので寂しさはあると思いますね。特にそうですね、うん、なかなか気軽に帰ったりもできないですしね。でもなんか逆にこういい方向というか、こう見えてきたこととか分かってきたこともあったりしますか？そうですね、ユーザーさんがってことですか？なんかやっぱりこうキャリアって戦略的に積んだ方が良かったりするじゃないですか、女性とかも特に何て言うんですかね、結婚して子供できないと考えないって方も結構いらっしゃったんですよね。でもやっぱ前もって自分がどうなったら後悔しないかっていうことをやっぱ動けることによって、なんか本当に良かったっていう風に言ってくださる方がすごく多くて、なのでなんかそこのこう何て言うんですか、後悔しない生き方をするためにっていうことをやっぱお手伝いできてるのはすごい嬉しいなと思いますね。いやー、なかったサービスなんだな、意外ですよね。だからすごくやっぱり必要とされてるだろうなと思ったけど、誰もやってなかったっていうのがこのサービスをね。そうですね、なんか弟子入りしたいです私。何おっしゃいますね。どういうふうにそうやってこう人が変わっていくのかとか、そのまず最初に何から始めるのかとか、そういうのすごく知りたい。なんかいろんなことに役立ちそうじゃないですか、そのスキルって。例えばその大きい企業のそれこそ管理職レベルの人がやるのもいいと思うし、本当だったらあれですよね。だってワンオンワンってよく企業で上司と部下がやるのも、まさに本当はそれをやらなくちゃいけないんですよね。この人がどういうふうなキャリアを歩みたいかっていうのをちゃんと上司は聞き出して、この人が能力を発揮できるような環境にしてあげなきゃいけないんだけど、そんな能力多分私も管理職の時なかったから、そういう勉強もしてきてないじゃないですか。だから単にこう管理するみたいになっちゃうじゃないですか。本来であれば管理職になる人ってそういう技術が必要ですよね。はい、そうです、そうです。その相談する人のトレーニングみたいなのもやってるの？めちゃめちゃやってます。なのでうちはもう入社してから自分の人生を全部洗い出して全員に共有するんですよね。あ、その会社の中で？そうなんですよ。なのでそこはなんていうんですかね、全員がどんな人生を送ってきたかっていうのとか、何にコンプレックスがあったのかとかっていうのを結構全社員で分かってるというか、でもスプレッドシートがあるんですけど、そこにも入力して全員の前で発表するっていうのがあって、本当に人生ってこうなんていうんですか、尊いんだなというか、いろんなこと乗り越えてきてみんないるんだなっていうふうに思ってるので、私たちは結構ワンワン毎週やってるっていうのはあるんですけど、プラスアルファでやっぱりこうどう向き合うかっていうところはかなり言ってますね。なんかむしろこれってこういうやり方でこれまではもう少しなんていうか心療内科とか、若干そういうところで、例えばそういうトラウマのね、治療してもらうとかっていうところではやってたけども、それとキャリアが結びついてるっていう発想がなくって、実はその幼少期とか子供の頃の記憶っていうのが、キャリアにも影響したっていうのがなんか新しいですよね。面白い。カナイメソッドなんだね。なんでめいちゃんはそういうふうに、それやっぱりその相談 .me をやってる時に、そうですね、いろんな相談者さんの来て、単発じゃないんだと悩みはって気づいたところ、はい、単発で変えれないくらい重いなと思ったんですよ。やっぱりこう20年30年培ってきた人生の癖って治らないんですよね。っていうのと、やっぱりこう逆に私が親が全く 無頓着というか、自由にやらせてもらってたんで、なんでそんなに縛られちゃうのかとか、なんでこんな優秀な方たちが悩んでるのかとか分からなかったんですよ。なのでなんか、なんでそう思うんだろうっていうのを聞いていく中で、やっぱ親に課題があるんだなとか、なんていうんですかね、自分の中でどう消化するかとか見えないんだなっていうのが分かってきて、だったら事業化したいなってやっぱ思ったんですね。私がユーザー側じゃなかったからこそできた事業だなって逆に思うんですよね。聞いてると最終的に自分で選ばせてるよね。あ、そうですね、私たちは引き出すのは仕事なんですけど、押し付けることは全くしないので、解決策を与えるんじゃなくて、引き出して引き出すんだけども、結果的にそれを自分で話して自分で最終的にみんな選んでる感じですね。そうですそうです。自分の中に答えってあるんですよね、ユーザーさんの。なんですけど、それがやっぱりこうどう引き出せばいいかわからないので、そこのお手伝いを引き出して、そうですそうです、一緒にやる感じですね。そう、そんなビジネスなかなかありそうでなかったね。そうなんですよ。ちょっとまだまだお話も伺っていきたいんですが、お時間の関係もありますので、最後に、カナイさんとポジウィルの今後の展開を教えてください。ありがとうございます。私個人的にはやっぱりこうキャリアで悩んだ方って、例えばその婚活だったりとか、お金どうしようとか、人生で悩むって方がすごく多いんですよね。なのでちょっと近い将来ではあるんですけど、そういう人生に一緒にバランスができる会社になっていきたいなと思ってるので、そこの事業展開というのを一緒にやっていきたいなっていうふうに思ってます。
確かにどういうふうに仕事したいかとどういうパートナーを選ぶかって、はい、あ、そうなんです、やっぱりセットだよね、はい、うん、いや、またまた楽しみですね、うん、ということで今夜のゲストはボジビル株式会社代表取締役の金井芽衣さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。TBS ラジオ展開図、 TBS ラジオ展開図、今週もあっという間にエンディングのお時間です。今回も面白かったですね。びっくり。パワフルでしょ、めいちゃん。うん、そう、うん、もうすごくお話も上手だし、うん、もうパワーも感じるし、あの、今後いろんなビジネスの展開がありそうですよね。うんうん、ね、なんか本当単純に転職のお話ではなかったなというのが。そうなんですよね。うん、転職支援だけじゃないんだなって感じですよね。うんうん、でもね、いろいろこうコーチングしてくれる、こうサポートしてアドバイスして、こう伴走してくれる人がいるっていうサービスにね、このくらいお金を払う人がいるっていうことが、いるんだっていうことがあったってことですね、本当に。いや、なんか新しいビジネスが日々生まれておりますね、うん、ということで今夜のプレゼンターはフリージャーナリストの濱田恵子さんでした。ありがとうございました。 ありがとうございました。 TBS ラジオ展開図、また来週お会いしましょう。TBS ラジオ展開図、毎週水曜夜9時放送です。